ございます。今日はですね2023年4月3日、今午前、10時12分ですね。地元の烏ヶ谷行きました。ぼちぼちね桜も咲いて天からもいいかなと思って、今季初で、来ていました。ちょっとね風が冷たくて、しかも風もある。ちょっと夜昨日ね冷え込んで、昨日の昼間は結構暖かかったんですけどね、昨日の夕方からかなり冷え込んでちょっと心配なんですけど、まあ今日は多分昼間ね水温が上がった時間が狙い目かなっていう感じで、今頃の時間から夕方になるとまた尻つぼみになっちゃうような予想だと思うんで、まあ昼間狙いでちょっとこれから天からでやってみたいと思います。上州漁業のね入漁券はこんな感じですね。日釣券の場合はですねヤマメイワナ2500円ですね。年券は1万700円です。まあちょっと気温低いね、やっぱり寒いわ。結構歩ってきたけど全然汗かかないな。仕掛けはですねレベルラインですね、オレンジ色ですねこれね、クロロ4号、まあ、去年使ったまんまの仕掛け巻いてあるやつなんでね、何メートルついてるのかちょっと不明なんですけどね、毛針までざっくりついたまま、昨年使ったやつを繋いでます。とりあえず実績場所からやってみようか。虫気は全然ないね、風は強い。おー出た、いきなり出たな、チップコインが。まだまだ油断してるわ。手強いなこれ。一回出ただけだ。風でちょっといまいち。釣りづらい。結局ここは出なかったですね。風が強くて。ダメだな。出なかったか。出ないね。いやね、そこでその石の上のあの軽い筋とのね、よれ結構感触が
木に感触があったんで、まあかからなかったですけど、もう多分出てこないでしょうね。まあ実はその前この下でちょっと合わせ切りしましたね去年使った仕掛けのまんまだったから糸が傷んだんですかね。参りました。未だに釣れません。もう出ないだろうな、あれはな。ガツンってなっちゃったからな。3投目ぐらいに出たんだよな。出ないですね。次行ってみましょう。濃いね。濃いけど来ました。あー、バレたバレた。ちょっと振りづらいポイントだな、これは。やっぱあそこだろうな。もう出たゆっくり合わせですわ。しっこいしっこい山上ちゃんです。はい、しっこいですね。いいな。小さい山上ですけどね、とりあえず1匹釣れて一安心ですかね。まあ、その前にね、バラしてまして、その前はガツンと手応えがあって乗らず、その前が合わせ切れ、まあ、そんな感じでね、悪戦苦闘のスタートですけど、まあ魚っ気があるだけね、まあ、やってては結構やる気になる感じの出だしですよね。まだいるな。もう1匹いるぞ。もう一匹ちっこいのがいます。出ないね。風でダメなんだよ。風が、あー風強い。おっしゃー出たな。今下からシューッと出てきて加えるのが見えたわ。マジか。風でちょっとね取られちゃうから。参った。もう出ないかな。今日はなんか1回出るともう出ないからな。3投目ぐらいでしたな。もう出ないね。まあ、魚が出ることは分かりましたわ。これで出た。出ないね。今日の魚はなんだろうな、まだ活性がないのかシビアなのか。出ないか。出ないね。出ると思ったんだけどな。まあこの出るけどなかなか釣れないっていうところも、この釣りのそういう釣りは面白いかな。ま
た時間を空けて攻めれば出るでしょうけど、出ないね。出た。多分同じやつだと思うけど。ああ潜られてる。流れに行ってる。なんだこいつは。よしよしよし。なんだおい。巻かれてるぞ。イワナだ。イワナ。しかも。スレだ、スレ、イワナちゃんでした。イワナちゃん、まあまあ綺麗なイワナだな。はいはい、よし、はい、バイバイ。まあ出ないと思うけどな、多分同じ魚が出て、でもヤマメに見えたんだけどな、最初出たのはな。まあ出ないでしょうな。イワナが出たということはもう終わりですわ。よし、次行ってみましょう。去年も覚えてるな、この斜めのポイント。何度か出て結局釣れなかったか、その後釣ったかちょっと記憶がないけど、なんかこの斜め流れを覚えてるわ。ちょっと形状変わったけど、まあ出るでしょうか。あー引っ張られちゃう、出ないね、出ない。濃く流したら出たような気がするな。ここは出ないね。出ない。よかった。浮き上がっちゃいますね。だからなんとやっぱり浮き上がっちゃうな。これ出ないか。出そうだけどね。
うお、出た、ありがとうございます。よし、はい、いい綺麗な山目です。今ライズしてたところへすぐ流したら、やっちゃったね。出ないね。打ち込んで打ち込む前にライズがあって、そこへ到達したらライズした瞬間だったけど、またすぐ出たな。やっぱりまだ流れの鉄ですね。出ないな。この流れのもうこのちょっと緩くなった落ちるところ、ここで出た、ここで、あ、出ないね。おー出た、あらら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 、ら、ら、下手くそすぎますね。あんなのんびりふわっと出たわ。風が強くてどういうならんのこれ。こう出たぞ。おーっと今はちゃんと合わせたけど、あー引っかかったな。遊ばれてます。山目くんに遊ばれてます。もうあれは出ないわ。二度目があったけどね。でも魚影が濃いね。まあ、濃いってことじゃないけど、まあまあ反応があるから十分面白い。やったんだっけな、さっき。ちょっと記憶がないな。もうちょっと流れのいいところ入れてくればな。釣りやすいけどな。そうだよね。おうおうおう、どこ行った、どこ行った、どこ行った、やばいやばい。
おうおうおう、よしよしよし、よっこらしょ、はい、よっしゃ、ちっこいけど、はい、さよなら。おほほほほ、よし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 、よし、うわ綺麗なやつ、よし入りました、よし、結構ちっちゃいけどね、うん、うん、すごい魚が反応してるね、違うな、毛針変えたら、どうした、あらららららら、ら、どうもや、ヒットしました、ちっこいけど、はい、はい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 、はい、ちっちゃいです、はい、さいなら。今日の長物蛇かと思ったわ、ちっちゃい2度目だ、ちっこいヤマメでした、かわいいヤマメだこれ、よし、はい、よし、はい、ちょうど良くなってるでしょ、溶けて、おじいさんにもらったホタルイカのお気づけです、うまいよこれ、ホタルイカのお気づけ、これ酒飲みの人はもうやめらんねえんじゃないかな、ごちそうさまです、これ何、めんつゆ、何めんつゆじゃなくて、なんか違う、自分で作ったタレ、これね、そうなんですよ、うん、
ベースは市販されてるお気づけのタレとか、うん、そういったもので使ってる人多いんですけど、うん、これあの、まあ、某これを取ったところ、うん、一昨年漁師さんから教わった液体っていうかタレなんですけど、それはもう自分で醤油から煮込んでってみりんとかで、化学調味料って実際の話、ね、市販されてるものって全部入ってるじゃないですか、うん、めんつゆ等もそうだけど、うん、そういったものではなくて自然のものを使える。だから醤油ベースみりんベースとかどん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 鍋に入れてって、で最後にあのニンニクなんか切らないで、うん、切れば切ったで繊維からのニンニクのそのね、まあ、匂いとかそういうのが強く出ちゃうから、うん、繊維を切っちゃうから、だからそうしないようにして、で煮込んでってるうちに、うん、こう素材の味っていうのが出るらしいんですよ。でまあ基本はあれですよね、うん、最後リンゴ入れたりとかって、でリンゴってこう甘みが出るじゃないですか。リンゴ入れたらうまいだろうね。ですね、うん、でやっぱりなんていうんですかね、優しいイカの味を殺さない。ああはいはい、うん、イカの味を殺さないで極力こうこのホタルイカ自体のなんて言うんだろう、素材の味を生かしてつけるっていうのがなんか、うんうん、こだわりですか。こだわりらしいですよね。俺なんかめんつゆでやるけど、最初の頃はまあそれでもうまいうまいって食ったけど、うん、なんかねめんつゆばっかりでね、もうねめんつゆの香りっていうか匂いがね鼻についちゃって、何食ってもなんかめんつゆの匂いになっちゃうんですよ。ですよね。最初はそれでうまかったけどね。うん。ですよね。じゃあ楽しみに後でいただきます。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。まあそこまでこだわりのホタルイカのねお気づけということでね。まあこれはもう食わないわけにはいかないということでね、翌日ね、ランチでね持ってきて、食べてるんですね。さあこれにタルイカのお気づけをドカッと乗せて、これもうどんな食ったら大丈夫かな、ドバッと。さらにこれ行者ニンニクの刻んだやつ、これを今日は休みだからまあ臭くなってもいいか、これを入れて。でよし、まあホタルイカと行者ニンニクの漬け丼です。いただきます。よし完成です。まずはにうまかったなこれ。なんだろうな、ホタルイカのお気づけ、まあ、し塩辛にやっぱ一番近いだろうね味的には。うん、意外と行者ニンニクと合うかなと思ったけど、意外と合うかもしれない。再開です。14時半、2時間ぐらい夕方まで、風が止んでくれたら嬉しいんだけど、風がでも冷たいからね、多分夕方は多分ダメになっちゃうだろうな。日没まで絶好調だったらいいですけどね、多分ダメだと思います。まあ5時までが勝負かな、5時か4時半、2時間ぐらい勝負だな。
まあ、それでやってみます。いきなり出たわ。でかかったな今のは。どこで出たんだ今。手がりがいまいちか。出た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 。よし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 。あー、さっき出たやつのが出なかったけど、これちっちゃいけど。わわわわ。よし。はい、釣れた。うん。はい、バイバイ。二度目で釣りましたぞ。ちっちゃいなこれも。ちっちゃいちっちゃい。ちっこいです。釣れて。釣れた釣れた釣れた。いや。よしよしよし。よいしょ。よし。これでね、おかしいと思ったら。はい、バイバイ。出たな、あの最後出た。いやー油断してたな。あそこで出てしまったか。難しいよこれ。
はい、そうだ。流せない風で、はい、流せないです。うまく横だとどうなの。ほほほほ、元気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 。ほほほ、よし。じゃあこのサイズばっかだな、ちっこいばっか。よし、よしよしよし。まあまあまあ、よし、はい、バイバイ。よし、あらら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 、今ワンコキ置いて合わせたんだけどな。糸っ気が出てるからな、風の。同じポイントで、これはちっちゃいわ。ちっこい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 。よし、まあ、綺麗だけど、はい、釣れました。虫気がすごい出てきたね。はい、はい。夕方行けるかもしれんな、これ。夕方終わるかと思ったけど、もう出ないだろうな、さすがに。3匹は出ないだろう。出ないね。そっと上流へこう、もう差し込む感じだ、持ってた感じだ。はい、よいしょ。まあまあ
たき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 た。よいしょ。またちっちゃいね。よし。はい。はい、よし。17時15分まで頑張っていましたけどね、やっぱり予想通り夕方はダメになりましたね。まあ虫はまだ飛んでましたけどね、全然ライズもなくなりましたしね、やっぱりまだ日中のパターンって感じで、まあもうちょっと暖かくなればね、多分夕方これからが試合になるシーズンもあるでしょうけどね。まあでもとりあえずね、まあ出るなっていうところで、まあ魚が出てくれたんでね、今年もまあ魚影は確認できたんでね、良かったです。まあでも結構距離歩ったなまあ初のね今回、まあ渓流釣りというか、だいぶ足が棒になりましたね。まあいい運動しました。まあ本当にね、サイズはちょっとちっちゃかったですけどね、まあまあポツポツ、まあバラシありで、の合わせ損ねありね、いつものね合わせ切れも3回ぐらいやりましたかね。まあまあ、ヤマメにね、一日遊ばれたような感じですけどね。まあまあ楽しみましたね。でもこれから多分もっとでかいのが出ると思うんだけどな。今日はちょっと、もっと上流部やろうとも思ったけども、下流の方が良かったかもしれないな。もうちょっとサイズのいいのがね、いくつか混ざればね、まあバンバンザイだったですけどね。まあお昼をのんびり食ってる場合じゃなく、やっぱ日中、今的を絞って釣った方がこの時期は、まあ、10時からまあ4時頃まで、まあ、そこは勝負な感じですかね。まあ、またね、今度エリア変えてまた何回か今年も打ってみたいと思います。それではどうもご視聴ありがとうございました。それではまた。